いてみせよ、そして俺が勝つよ、そして俺が勝つよ、そして俺が勝つ。さてさて、ガーディスではね、岸くんも惜しくも本当に惜しかったね。敗北を期してしまいましたがね、ここからが本番です。やっぱり、まあ、大会モードのね、NPC をどこまでね、やれるか、ちょっと気になるんですよ、僕も。なんで、また間違えられとるな。匠は戦えないから、5人だね、リュード合わせて。5番勝負と行きましょうや。勝ち越ししたいね。さすがに勝ち越しはしたいけどね。さあ、まずはブーヤンです。ブーヤンはね、勇者パーティーを引きたくないところだな。あー、よかった。勇者パーティーだとね、グランドネビュラに騙されるんですよ。よし、これならかもれるな。割とかもれるっては言いましたけど、相手にナイトイッチがいる以上、こっちもかもられる可能性は大いにあるね。ドルマが普通に痛いしね。やめてもらっていいですか。まあ、ただ、このパーティーのいいところっていうのは、もう、乱暴な話、HP で高いんですよ。乱暴に、やっぱキースドラゴンとキラーマシン、勇者が合わせて3000超えてるっていうのはね、でかいっす。さあ、主人公のスターフレアがね、スターライトか。スターライトがどこまで、あ、ナイトイッチにいた。ナイトイッチにいっちゃった。せーの、行くぜ。これはあまり効いてないぞって。スターライトなのに、ナイトイッチにあまり効いていないぞって言われるさ、俺の気持ちになってくれよ。呪いにはなんなよ。オッケー。で、そうだね、ポッポーちゃん来れなくてよかったね。カマッチが氷弱点だから、あ、まあでも、いいダメージ出んな。カマッチもそんなに避けるモンスターじゃないからね。うん。まあ、ナイトメアそうだね。これは、割と食らうかな。まあ。オッケー。大丈夫。その HP では勝ってるからね。なんだったらフォースでね、ドカッてやってもいいしね。このパーティーの真骨頂はフォースでの大打点、キスコを避けたんやけど。フォースでの大打点を狙えるね、ところもあるんで。ちょっとね、そこを期待してもいただきたいな、というところありますね。行きましょう!じゃあ。スペシャルカード。フォースの力を身にまとう!行くぜ!このターンで一気にね、差を広げてやりますよ。スーパーノハでもいいよ。オッケー。アンバイ。さすがにね、避けられることはないから、そんなに。せーの、いくぜ!うわぁ、はこれはあまり効いてねえぞーの上からこんなんだからもう十分だろう。お、これはキスコーいくぜわかってんじゃねえか、キスコよ。キスコよ、わかってんじゃねえか。キスコはよく分かってんじゃねえか。あのアイスグラッシャーって言ってたらね、かっこよかったのに。いけ!デビルアーマーが受けたんだけど。そう。大会モードね、これね、コラボ相手にイノちゃんも言ってたんですよ。まあ、避ける!敵が意味わからんぐらい。あのですね、なんかね、変な補正入っちゃうんですよ。まあ、避けることもびっくりですよね。意味わからん避け方とか、意味わからん痛恨とか、ポンポンポン出るんですよ。それは僕も自覚してます。だから、ある意味、あと勇気の溜まりが早いんですよね。あとは、まあ3ターンで勇気が溜まってしまうっていう、一番都合の悪いところありますね。ドルマやばいね。普通に痛いもん。ドルマは。で、キスコはなぜか呪われていたと。まあしゃあない。1呪いなら仕方ない。さあ、フォースを使った差がね、早くも埋められてしまいました。一体どういうことでしょうか。いや、このターンに一気に、スターライトと、マヒャドギーでポンポンポンでいけるかしらね。あ、いいね、それ。カマッチに吹き飛ばせ効果抜群だ。ここでとどめてもいいよ。ここで、新、マヒャドギリ、ポンポンポン、いけー、オッケーかっこいい。さあ、次は大輝です。大輝といえばパワー型のモンスターでゴリ押してくるタイプの、あの、神ツンツンですね。あの、彼はちなみに、大輝のことをですね、あの、ボーイズラブに出てくる初太系の、ほぼ、大輝のパーティーも勇者パーティーという結構ね、嫌な予感がするんだよね。メタルキングの剣を向こう持ってちゃってんじゃねえかよ。やばいなあ、それ。キラーマシンがいるっていうのは、メタルギリで特攻取られますね。
はい、このゲームのメタルギアはちょっと特殊で、仕様が。なんだ、いきなりスペシャルカードを使うのは精霊の紋章か、な、うーったー、やっちゃったこいつやったわ、言う。いよいよやったわ。精霊の紋章かグリーンガムのタクとはいえ、最高の行動を引いてくるってわけよ。メタルキングの剣は、メカ系にも特攻は取れるんですよね。メタルスライム系だけじゃなく、メカ系にも特攻は取れるっていう仕様上、このポッポーちゃんが非常に危ない。メタルギアを向くと。ノヒーちゃんノヒーちゃんって言っちゃった。やべ、ノヒーちゃんって言ってた。ポッポーポッポーポッポーやるじゃねえか。やべ、ノヒーちゃんって言っちゃった。いつもの癖が。まあ、特技は大丈夫です。特技なんで、ここは関係ないっすね。さあ、グリーンガムの補正が怖いところ。うわー、グリーンガムで全員止まるとかなしだぜ。グリーンガム。あ、だいぶ外した。ああ、全然大丈夫。それなら全然大丈夫。でこいつはバイキルトがぶん殴るになりますね。まあ、ぶん殴る。きついね。お、いいね。勇者のボレロが避けていくんだよなと。かなりいいね。グリーンガムを無効化した。バーバの太ももを無効化したのはでかい。そしてね、ギガンテスっていうね、打点取りやすい相手が、相手にいるのもでかいね。一気にここで行きましょう。畳みかけよう。畳みかけます、ここで、フォースで。さあ、殴り合いしようや。お前が高火力なのはこっちもね、スーパー火力でやってやるよ。だってデスゴーもいいんだよな。あ、いいね。いいよ、これ出るよ。せーの、ファイヤー、オッケー、688打点。すっごいな。まあ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 、塩梅に、塩梅にいいよ。全然いい。デスゴーゴンにね、軽減されちゃうんだけどね。まあ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 、許容範囲、許容範囲。いいね、013。マヒャド切りで、いいよいしょ。オッケー、いいね。さあ、HP 差が 2774VS200 になりましたね。圧倒的よ、今。これがね、フォースの力と言わんばかりに。大会モードでもね、全然活躍できるパーティーだな。これ使ってほしい。あ、いや、ペッ。あ、主人公よかった。主人公なら大丈夫。あ、オッケー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 。主人公なら危ない危ない。怖い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 。まあ、自己フラッシュはですね、まあ、打撃にしか意味がないんで、まあ、物理か。物理にしか意味がないんで、こいつは特技5つというね、雑なパーティーなんで、全く問題ないっす。よし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 。一気にね、押し切りたいところでございます。349。たったのね、349ですよ。ほう、つばぜり合いですか。なるほどね。どうしようもなく追い詰められたというわけですよね。受けてた後お手本となるね、つばぜり合いをお見せします。はい、おー、そう、2秒ですよ。2秒の中間あたりで止める。そして、安定のウォーターホールデンダー行きます。流れるようにね、あの、膝の下で押すあたりね。この膝の下で押すウォーターホールが勝てるんですよ。これが勝利の秘訣というわけですよ。さあ、もうどうしようもないんじゃない？これはもうあとは詰め将棋ですよ。行くぞ、ポッポ。よいしょ、あと1で残るだと？ほう。お前、なかなか、見応えのあるやつじゃねえか。1で残ったか。だが、その HP で何ができる？決めてやれ！アイスクラッシュ！決めてやれ！行くぜ！ははははは！決めないんだよ。こいつら決めないんだよ。決めてやれって言ってんのに決めねえんだよ。残り1でなんででも、そんな出番だよ。まあまあ、それがモンバットのゲームの面白いとこだな。でも残り1じゃなくなったな。そこから巻き返せるとでも言うのかい？無理だね。きっと、君は無理だ。これで終わりだ。超新星爆発。これで終わりだ。吹き飛びなさい。それでもなおガードしとる。さあ、今のところ2勝0敗。勝ち越しはね、もう目の前に見えています。おーっと、このパーティーは、日本の未来は、おう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 。ひなのガチパだね。ストーリークリア後に出てくるヒナのガチパです。スライムとデンタザウルス、どちらもね、モンバトでは強力ですね。ヒナのパーティーはなんかいつもね、強弱がはっきり、なんかさ、でけえのと大きいのがいるんだよな。さあ、問題はデンタザウルスをうまいこと氷で狙い撃ちにできるか。デンタザウルスは氷に弱いという特性を持ってるんで、
そこを今回はキースドラゴンとキアマシンで突くことはできる。これはすごい でかいところ。他の属性にはめっぽう強いんだけどね。だから勇者のスターライトとかは、お前もスターライトじゃねえかよよく見たらお前もスターライトか。あ、キアマシン飛ぶ。あ、いった、187食らっとるやつおる。おーい、187は食らいすぎだ。いくらなんでも。こっちも反撃ののろしを上げたいところ。行くぞ、スターライト。まあまあ、そんなところだろうと思いました。まあまあ、キスコはね、ここでアイスクラッシュ。デンタサダソン狙い撃ち、いける。弱点。はぁ、お前もやってくれる。ポッポはやってくれる。ポッポはちゃんとやってくれるよ。はい、ポッポちゃん。よしよしよし。うん、お前しか当ててないんだよ、今。今、お前しか当ててないね。今、お前だけなんだよ、攻撃当ててくれたの。なんてことだ。で、ヒナは、このパターンですと、つばぜりしないといけないですよ、2段目に。スペシャルカード使われるの、すごい嫌なんで。こいつ、聖なる祈りっていうスペシャルカードを使うんで、ここはつばぜりで、相手の動きを止めます。そうです。あとは、メンタル。強いメンタルを持つこと。強いメンタルを持てば、相手はね、臆します。よし。多分あれですよ。僕が、うおーって叫んでたら、相手が、なんだなんだと思って、なんだなんだってなって、相手がね、怯えるわけですよ。それでアビエル飛んできました。まあ、これに対して僕は、勇気勝ちを狙えばいいってことになりますね。コンスタントに当ててて、勇気のとどめ勝ちを狙えばいいだけになるんで、まあ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 、少し楽になりました。ここは大丈夫。まあまあ、普通に食らうから大丈夫。まあ、普通の食らいなら大丈夫。下手な痛恨がない限り、つばぜりにもう今勝ったんで、進化の表で勇気加速して、勝ちに持っていきましょう。ヒナを削、このパーティーをね、削り切るのって難しいんですよね。デンタは硬いし、スライムは避けるし。で、今から150回復入るんで、そうなんだよな。まあ、デンタが硬いこと、硬いこと。まあ、氷で打点を取れるとは言ってもね、フォースが今回、無理だね。これはやばいね。じゃあ、一応使っときましょう。このターンにも。ね、願わくばこのターンで勇気が溜まるかもしんないし、溜まんなかったらまあ次のターンでね、普通に溜まると思うから。あー、無理だね。このターンにはちょっと無理かな。まあ、ちょっと1ターン目のさ、2ミスなんとかなんないのかよ。いくらなんでも1ターン目の2ミスは響きすぎたな。スターライトで。あ、ちょっと待って。それひどいことになる。あ、やめて。いっとーい。スターライトがやばい。スターライトやばいんだよな。テンタクルで、キスドラゴンか。まあ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 。オッケーオッケーオッケー。できればね、アイスクラッシュでさ、止めるとか欲しいね。いいね。ちゃんと当てて、ちゃんと当てて。とりあえず勇気回収は絶対だよ。で、次のターンに勇気が溜まるか。次のターンに確定で勇気は溜まるけど、敵の攻撃を耐えれるかどうかだね。お、全勝ストッパーになるのか、まさか。いやー、それはないでしょう。あ、ちょっと待って。よし。さあ、今のところ2連勝してますからね。連勝ストッパーとなり得るのか。まだまだ。奇跡も魔法もありますよ。さあ、このターンに相手はさすがに勇気溜まんないんで、ミラクルストライク。怖い怖い。いっとー、やっぱり出しやがったこいつ。やっぱ CPU 補正で出したな。補正かかってやっぱ出したか。ちょっと待って。やばいぞ、これワンチャンやばいか。避けろ。やばい。メタルキングの盾、そうやさ、思ったんだけどさ、メタルキングの盾って何も仕事してないんじゃないか、この実況で。そうだね、スライムの崇高も吸わねえし。それ、でかい。止めたら、ロマンある。うおー、そっちじゃなーい。あ、え?おと、相手の攻撃、え?避けろ!こっちもそろそろ運の収束というものがあるだろう!え、ちょ、これずるいわ。これは相手がずるいわ。相手ずるいよ、これ。どう見ても、ずるいよ。ずるだ、ずる。濃厚、濃厚。さあ、翼です。魔法使いを捨てました、彼は。またかよ。なんか、翼は大体魔法使いを捨ててこうやってさ、わけわからんパーティーになってるよね。いや、さっきまさかの連勝ストッパーになってしまった。
俺は一つ言いたいんだけどさ、まあそれがモンボトってゲームですよ。それがモンボトってゲームですからね。ああもうグーの音も出ませんわ。そう言われたらね。問題は今回はね、またメタルキングの盾が生きなさそう。また生きなさそうな気がすんな。まあメダパに対してはキラーマシン強いから強気に立ち回っていけると思うけど、いいね。そうだね、鬼面同士かアンクル方にポンポン当ててって。さあイオナズンはまずいんだ。それはねキラーマシン吹き飛びます。どうしてもこのパーティーポッポーちゃんがよう吹き飛ぶな。爆発属性ってメジャーだからな。おっと大丈夫か、そこ行け。なーもうなんでしょ。天空の盾って確かガードはするけどさ。おーよしよし、こっちは当たったか。せーの、よし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 。キスドラゴン、ちょっとキスコちゃん今日ひどいぞお前。キスコひどいな。メタルキングの盾は息しねえしよ。つーこ、お前キスコに飛ぶしよ。ろくなことがねえな、さっきから。で、できればこのターンにつばぜれを仕掛けたいところ。行きましょう。はい、ここですね。行きましょう。さあ黄色でね、黄色マックスの止め方は簡単ですよ。ポンポーンですから。はい、ポンポーン。ん、相手を怯えさせます。うおー、あーっていうことで相手がね、あれあれちょっと待って、やばい、あいつやばいんちゃうかっていうことを思わせることがあります。負けない、マジで負けないな。でこのターンにスペシャルカードを使うことを知ってるんで、僕このターンに仕掛けましたけど、なんじゃお前。なんなんやおめえらは。なんなんやおめえらは。グリーンガンバック使って。おい、一体お前ら一体絶対どういうつもりやねん。よし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 、今度こそね勇気の逃げ切り勝ちか、なんだったら削り切っちゃってもいいよっていう感じですね。まあ、個人的にはね火力で削り切りたいって思いの方が上なんですよ。なんかやっぱりボンマスでもそうなんですけど、短期決戦、ボンマスの思考が残ってるのかなと思うんですけど、短期決戦を狙いたいって思っちゃう。火力でご利用して、だから理不尽すぎる。火力でご利用して勝った方が個人的には気持ちいいタイプなんだよな。まあ、もちろん状態上の戦いを見とって別に不快とかそういうことはないんですけど。さあ、その言葉通りいきます。じゃあフォースで。勇気ダメがダメならね、勇気でダメだったからさっき。じゃあ今度はね、火力でゴリ押すとしましょうや。いけ炎音を打ち出せ、いくぜ。避けられてんね。まあ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 、ここを当てるかどうかででかいよ。はい、 OK、 アングル方は避けない、さすがにね。せーの、いよっほー。ここで、アイスクラッシュ、とどめだ、いけ、キスコ。あれキスコ、キスコ、キスコ、もうちょっと頑張ってほしかったな。まあ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 。キスコ、頑張ってくれ、もうちょっと。だって27だったんだよ、お前。いやー、キスコ惜しいな、そこ決めてほしかったな。体勢があったから仕方ないか。まあでも次のターンに全体攻撃こすってリーサルなんで大丈夫でしょう、さすがに。さすがにこっから負けはないべ。おお、外してくれる。ほんとね、今ね。よう外す技ではあるけど。さあ、カリコレ削り切ってリーサルと行きましょうや。誰でもいいよ。お、いいね。さすがにね、ここでね、避けられまい。スーパーノヴァ。いけ、せーの。オーケー、気持ちよくかった。よし、勝ち越しが決定したね。気が楽だ。さあ、最後はリュウタです。まあ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 、勝ち越しは決定したんでね、おめえに負けようがないでしょうが、構わんのだけど、甘かけてきやがった。甘かけるリュウの剣技じゃねえか。困ったもんですわい。クリア後の NPC、ね、最後、5戦目、リュウタです。しっかりとしたね、アマかけるでやってまいりました。なんで、楽なチームで来てくれよっていうのが本心なところなんですけど。まあ、一応勝ち筋がないわけではないよね。お互いね、ドラゴンを入れて、ドラゴン使を入れてね。いやー、どうだろう。てか似てるね、パーティー。待って待って、パーティーめっちゃ似てんじゃねえか。よく見たら。メタハンドラゴン主人公 VS、
キスコ、ポッポを主人公。え、めっちゃ似てんじゃん、パーティー。もはやミラーマッチかなんかか。やべ、ミラーマッチだ。負けるわけねえがね。地味にミラーマッチしてる。色替えのミラーマッチだ。まあ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 、甘かける強えな。さあ、こっちも反撃だ。こっから反撃だ。よし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 。いいよ、せーの。まあ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 。いや、甘かけるに甘けるけど、ドラゴンをね、氷弱いから、ちょっと狙いたいね。いくぜ！いいよ！さあ、キスコちゃんの、キスコちゃんのアイスクラッシュが、ドラゴンに当たればいいんだけどね。さあ、おたけび？オッケー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 。さあ、行こう。キスコ。いいよ！さあ、同族は私の方が上だということを見せてやる！ドラゴン？へえ、こちらはキースドラゴンだ。お前の上位種ってことを教えてやるよ。お、いいね。つばぜり合いを仕掛けてくるってわけよ。いいじゃん。受けて立つよ。そんな強気なやつね。強気なやつは好きよ。強気な子、好きよ。あ、うん。あんて言っちゃった。強気な子は好きよ。私が勝つ。トッポー行くぞー。ウォーターフォール連打に敵はない。強気に来るだけあるわ。お、強気に来るだけあるわ。こうなるとですね、あの削り切りを狙うことになります。不可能じゃないと思うんだよな。あ、いいね、アイスクラッシュ、いくぞ。オッケー、いいよ。削り切りを狙うことになったか。まあでも現実的ではあると思う。いけ！いいよ！ドラゴンをしっかり狙っていく。硬いメタハンとかガードする可能性のある主人公には狙ってほしくないからね。いや、今頑張ってるわ。キスコたちも。普通に勝てるとは思う、自分も。賞賛がね、普通にある。行こう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 。いいよ。スペシャルカードここで何使ってくるからな。ギガデインゴリ押し！まあ俺もその気や。いいじゃねえか、殴り合おうや。あ、あ、あ、わお。それびっくりびっくりびっくり、めっちゃびっくりした俺。あー、メタルハンターに行っちゃった。行くぜー。うわー、カスみてえなダメージ出たぞ今。おう、何106とかいうカスみてえなダメージは。まあしゃあないわな、メタルハンターなんだから。そう、メタルハンターはね、キラーマシンの上位互換って言ってもね、過言ではないんですよ、このゲームでは。困ったもんですよ、あまりにも。やめてー！か、介護官、介護官なんですよ。キラーマシンは1の初期に出たでしょ？で、メタルハンターは2レジェンド最終期に出てるから、こうなっちゃうんだ。いやー、これ竜の叫びやばいよ。怖いよ。キスコー！大丈夫だ。でもね、ここでね、D さん狙います。行きましょう。相手にドラゴンがいるんで。飛剣ドラゴン斬り。さあ、行くぞ！せーの！あと一発だ！ポッポーか主人公を決めてくれればそれでいい。やめろ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 。ポッポーか主人公は走るだけだ。いってー。まあ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 、勇気はいいわ、勇気を上げる。さあ、止めて、おお、やばい、やばい、止まるとやばいぞ。ああ、ポッポー、お前もか。主人公がいける、主人公がいける。さあ、主人公、ここで星々の輝きが、これで当たればか、当たればか、当たればか、当たればか。いや、もうずるいわ。ずるいわ。俺はさ、もうヒナの時も言ったけどさ、もうちょっともうさすがに忘れてもらうわ。なんも悪くないじゃん。なんだよ、どうなってんだよこのゲームはよ。そうなんですよ、大会モードでやると理不尽すぎる補正が入るんですよね。うん、こんなんいじ、これはひどいよ。さすがに言わせてもらうわ。フヤじゃない、フヤじゃねえよ。でも勝ち越しは勝ち越しだよ。うん、勝ち越しは勝ち越し、俺の方が強い。うん。